正面から見た、セントラルパークタワーら、トゥール新宿側面から見た、セントラルパークタワーら、トゥール新宿住友、不動産新宿セントラルパークビル住友、不動産新宿セントラルパークビル側から見た、新宿セントラルパークシティ、新宿セントラルパークシティのビル群、セントラルパークタワーら、トゥール新宿は、再開発事業によって、新宿新都心の新宿セントラルパークシティ内に、 作られた44階建ての超高層ビルである。なお、隣接するオフィスビルである、住友不動産新宿セントラルパークビルとは2階エントランス部分でつながっており、一つの複合施設となっている。地上44階建て、高さ167メートルの賃貸タワーマンション圏オフィスビル、7階まではオフィスフロア、8から44階が住居フロア、 倉庫数は842個である。設計は、日本設計、思考は、鹿島建設と大成建設との共同事業体、賃貸住戸の貸主は、住友不動産となっている。このビルには、27階が2つ存在しており、表記上は44階建てとなっているが、事実上は45階建てのビルとなる。M27 階と通常の27階があり、 M27 階は膨大なフロアへ空気を送り込むためフロア全体が外気と接触した空気ダクトになっている M27 階から取り込んだ空気を各フロアに送り込んでいる外から階数を数えると確かに45階建てだということが確認できる M27 階部分がガラス面がなく空洞になっているのが確認できるちなみに M27 階へは入れない。住居者専用として2階のカフェスペースでは朝に無料でパンコーヒーが飲めたり、新宿駅まで無料シャトルバルが運行している。近隣ホテルとの提携サービスも行っている。ありがとうございます。